この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに水戸市からのリポートです。水戸市下尾野町の県立水戸高等特別支援学校で全国高校総合文化祭茨城大会で使用する木製クリップを制作しています。水戸高等特別支援学校では19日から30日まで校内でいろいろな仕事を体験する作業実習を行っています。この中で総文祭のマスコットキャラクターフレアちゃんをモチーフにした木製クリップの制作を1日3人から4人の生徒が行っています。本校では5月19日から5月30日までの2週間1、2年生が校内実習をしております。その中で茨城総文祭から仕事を受けたありました木製クリップの制作をしております。こちらが木製クリップの部品になります。主に最初に色付けを行います。その後に、組み立ての方を、生徒の方で行いまして、こういったドライバーやペンチを使用しまして、後ろのように組み立ての方も最後まで行います。そして完成したものを最後職員の方で返品をしまして出荷します。総文祭に貢献しようと取り組んでいるものです。水性ペンなどで頭やドレスなどの部分を染め、メモ用紙などを挟めるクリップを裏面にネジで留めて、最後に台座に取り付けます。2年生が1年生に作業内容を教え、製品のチェックも行います。色が混ざったりしないように神経使います、木製クリップってなんだろうなって思って やってみたかったくて興味がありました。細かいところとか、はみ出さないところとか、塗るにはみ出さないようにするのが難しい。色を塗るのが結構好きなので、それを一回やってみようと思いまして、これに選びました。自分たちで塗ったっていうことがあるので、それをみんなに配られるのは結構嬉しいなとは思います。今回のフレアちゃんの木製クリップの制作を通して、生徒たちに、集中して作業に一つ一つ丁寧に取り組むことの大切さでしたり、やり遂げたという達成感っていうのを味わってほしいなと感じています。生徒の様子を見てますと、生徒の集中力、この素晴らしさを感じています。生徒たちが扱ったあるいは組み立てた製品が世の中に出ていく、あるいは世の中に使われる、そういうことを体験できる、実感できることがこの作業の素晴らしさだと思っています。クリップは7月の本大会で参加者などに贈られます。続きまして水戸市からのリポートです。茨城県内の和洋菓子などが一堂に会した茨城スイートフェアが23日から25日までの3日間、茨城県庁で行われました。このフェアは東日本大震災の風評を菓子で払拭しようと2012年から始まり、今回で3回目です。第3回茨城スイートフェア2014スタートです。今年は42店舗の菓子やパンなどが並んだほか、県産食材を使った特別料理の提供や笠間焼きの販売なども行われました。また今回は生産量日本一の県産メロンを使った菓子の総選挙が初めて実施されました。おすすめはムース大福になります。中ムース大福は6層になってて、ベースにスポンジが敷いてあって、その上に生クリーム、各種味のムースで、その中にあんこが入ってまして、で一番上に果実が乗ってます。それを牛皮でくるんであります。全部すべて地のものを使ってます、材料は。はい、だから大変美味しくいただけると思います。ぜひよろしくお願いします。全部茨城の、食材を使った、プリンの専門店なので、今回のスイーツ総選挙でメロンということだったので初めて今回させていただきました。はい、スペイン風のプリンなんですけど、はい、カタラーナで冷凍にして食べるプリンですね。はい、卵も全部茨城の素材使ってまして、栗とかかぼちゃ、焼き芋、全部茨城ですね。はい、茨城の
美味しさをプリンとして、まあ、発信していくっていうのがうちの夢です。私どもではそのお皿はうちで笠間焼の器屋さんとか焼いてる方と作家さんと提携してるんで、そこから笠間焼を作ってもらって、ロールケーキは皆さんからお預かりして、それで合わせて売るという、その販売のところは全部うちで担当するということで、ね、今日の朝知ったんです、これ茨城のスイートのなんとかで取り付けて、で、女房に来た。初めて今日、このフェアに来ましたが、たくさんのスイーツがあってどれを買うかとっても迷ってしまいました。食べたいのがいっぱいあります。たくさんのスイーツに囲まれてたくさん買い物しそうです。メロンパンとこれからケーキをどれにしようか何点か購入する予定です。たくさんのいろんなところのスイーツがあってとても美味しそうで迷っちゃいます。家に帰って食べるのが楽しみです。なに？ケーキ？当店のおすすめとしましては、本日メロンのオムレット、こちらの方はふわふわのスフレ生地なんですが、こちらチーズ入りのスフレ生地の方でたっぷりの生クリームを巻き込みまして、そこに今が旬のメロンの方を飾らせていただきました。ぜひ一度ご賞味ください。今年で2回目なんですけど、すごく良かったです。中身が濃くて、今日は友達に誘ってきました。私も神戸の方から来てるんですけども、神戸もねスイーツの一応街なんでね、まあ久しぶりに美味しいいろんな見れて、お友達に連れてきてもらって良かったです。なんだかんだ8段階に一つの形にこうやって進んでるということで、お客さんもなんかいろいろこうちょっと見てみたいなと思って、それとお菓子屋さんにしても約50軒ぐらいね、この今回、まあ、集まっておりますんでね、そういう方々のお菓子が一堂で見られるとか、和菓子が食べられるとか、料理がここで、地産地消のものが食べられるとか、そういうものをこうやった一つの形がお客さんにちょっと呼んでるかもしれませんね。続いては潮来市からのリポートです。潮来市の初夏を彩る第63回水郷潮来あやめ祭りが24日水郷潮来あやめ園で始まりました。開会式では大会会長の松田志春潮来市長が多くの人をもてなしていきたいと挨拶しました。水郷地帯に初夏の訪れを告げる今年もあやめ祭りがやってまいります。昨年は皆さん方に大変なご心配をおかけいたしましたが、今回は茨城県の農業改良普及所、また担当者一丸となって一生懸命この日に備えをさせていただきました。必ずしや努力の報われるあやめ祭りになっていくものなのかなと思います。開会式では祭りの案内役となる15人のあやめ娘が紹介され、一人一人挨拶しました。あやめ祭りが皆様にとって良い思い出となるよう精一杯おもてなしをさせていただきます。私は今年であやめ娘をやらせていただき4年目となりました。4年目をやらせていただいているのも皆様の支えがあったからと思っております。私たちあやめ娘一同心を一つにして最大限のおもてなしをさせていただきます。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。皆様どうか大きな拍手をもう一度よろしくお願いいたします。園内にはおよそ500種類100万本の花菖蒲が植えられており、色とりどりの花が来園者を迎えています。花菖蒲の見頃は6月10日頃になるということです。園内では花にカメラを向け熱心に写真を撮る人の姿が目立ちました。嫁入り船を取り行います。あやめ祭りの人気イベントとなっている潮来花嫁さんの嫁入り船では、今年第1組として
神栖市の原義之さんとリホさんが晴れ姿を披露しました。白むく姿の花嫁のリホさんは、多くの観光客が見守る中、母親兄と一緒にあやめんをゆっくり歩いた後、船乗り場からろ舟に乗って新郎の義之さんの待つ潮来市の縁結びスポットのワイワイファンタジアに向かいました。船はゆっくりと川面を進み、多くの来園者から祝福を受けました。おめでとうございます川を見下ろす橋の上には大勢の人がカメラを構えて見物していました。おめでとうと祝福されると、花嫁はお辞儀をして答えていました。船着き場では新郎が迎えました。認定証、原義之様、里穂様、はい、おめでとうございます。皆さんにお祝いしていただいてすごく嬉しいです。本当に家族にも感謝の気持ちでいっぱいですね。みんないろんな方にお祝いしていただいて大変嬉しいと思います。友達がいた子花嫁さんだったので、来てそのままこうちょっと見てみようかなという感じで、はい、来ました、はい、意外と咲いてる感じで、はい、思ったよりもいっぱい写真撮りました。あやめの時期だって聞いたんで、はい、来ました。綺麗です。でもね、なんか来週ぐらいなのかな、満開は。その頃をもう一度見たかったなって思ってます。水郷潮来あやめ祭りは6月29日まで開かれています。以上、茨城新聞リポートをお送りしました。続けて IBS 茨城放送リポートを3本続けてどうぞ。茨城放送が主催する第13回茨城放送杯少年サッカー大会の決勝大会が、今月18日、県立鹿島サッカースタジアムで行われました。今年の大会には、64の少年サッカーチームが参加し、予選を勝ち抜いた8チームが、サッカー少年の夢の舞台である県立鹿島サッカースタジアムで行われた決勝大会に進みました。前にアルシンドさんとかジーコさんとか組んだ芝で僕たちがプレーできて光栄です。今日鹿島スタジアムで試合です。どうですか？最高です。てっぺん取れるようにみんなで頑張って勝っていきたいと思います。絶対勝つぞ。当日は元日本代表、そして元鹿島アントラーズディフェンダー大野俊三さんによるサッカースクールも開かれました。決勝戦は水戸市の緑岡サッカースポーツ少年団と日立市の坂本サッカースポーツ少年団の戦いとなりました。キャプテン大内山です。決勝まで来たので優勝したいです。全力です。
坂本サッカースポーツ少年団のキャプテン10番の塩川優です。みんなでしっかり 守り抜いていっぱい点取って勝ちたいと思います。結果は2対0で坂本サッカースポーツ少年団が勝ち、第5回大会以来2回目となる優勝を果たしました。続きまして優勝カップの授与です。なんか最初緊張してたんですけども、だんだん試合を重ねるうちに緊張がほぐれてきていいゲームができました。優勝この時間は茨城放送で紹介された話題をピックアップしてご紹介します。今日は常磐線東京駅乗り入れです。皆さんは現在上野駅が終着駅の JR 東北線と常磐線を東京駅と結び、東海道線と直結させる上野東京ラインが来年3月に開業することをご存知でしょうか。上野東京ラインは上野東京間のおよそ4キロを結ぶ路線で、同じ区間を走る JR 山手線の混雑緩和につながるだろうとして、6年前の平成20年から建設が進められてきました。JR 東日本は上野東京ラインについて来年3月から開業させることを決めました。東北線や常磐線と東海道線の間で直通運転を始める予定です。県内を貫き、上野が終着駅となっている JR 常磐線が東京駅に乗り入れれば、東京と水戸の間は9分短縮の77分と見込んでいます。乗り入れの効果について県の担当者に聞きました。直接乗り入れることによりまして、時間が9分短縮されるということもございますけれども、乗り換えがなくなると、お客様にとって非常に負担軽減になるということがございます。そういったことから茨城県に対するイメージアップが図れるのかなというふうに期待しているところでございます。地域活性化の効果も期待されています。東京乗り入れにつきましては、一本でも多くということでいろいろ活動してきたわけでございますけれども、今後につきましてはやはり東京からのお客さんを呼ぶとか、茨城県在住の方についても常磐線に乗っていただくと、そういったことを願いまして、JR さん、沿線自治体、そして関係団体との連携を強化して、いろいろなイベントを、仕掛けていきたいというふうに考えております、はい、茨城県、とりわけ東京通勤圏の県南部の自治体や住民にとって東京駅への直通は長年の悲願となっています。来年3月が楽しみですね。ピックアップのコーナーでした。
皆さんこんにちは。さつまいも菓子専門店いもせんの富岡弘明 AKA 太鼓です。よいよ。当店では茨城千葉の産地から厳選したさつまいもを使い、保存料を加えず丁寧に手作りしたお菓子を販売しております。よ。そんな当店おすすめお菓子は大学芋。茨城県産の紅あずまを使った大学芋と千葉県産の紅光景を使った大学芋の2種類で展開しております。紅あずまは栗のようなホクホクとした食感が特徴のお芋でございます。対して紅光景は水分が多くしっとりとした食感を味わえる女性人気の特徴のあるお芋でございます。数ヶ月じっくり寝かせているのでとても甘く熟成されております。またスイートポテトも人気の商品でございます。お芋に卵の風味が絡み合いクリーミーな味わいを楽しめるタルタルになっております。当店では昔懐かしの量り売りで販売しているので、何グラムぐらい、いくらぐらい、何個ちょうだいなどお客様のお好きな量だけお買い求めいただけます。牛久に遊びに来られた際にはぜひ当店までおいしいお芋スイーツをご賞味ください。ヨヨイモラッパーあざす。先日、気になっていてで初めて来まして、で知ってすごい美味しくってびっくりして感激しちゃって、で今日は、知り合いに差し入れで買っていくねっていう感じで参りました。その時いただいたのは紅あずまと、あと試食でこの、こちらさらっとしてる方の何でした、紅光景ってやつもいただきました。なんかどこでもやっぱり大学芋ってあるから、どこでも一緒かと思いきや全然違うのが分かったので、もう大学芋とか焼き芋買うんだったらここって思いました。ご覧の皆様こんにちは。こんにちは。加藤です。かずちゃんです。この芋せんはね、ほんとね、あの紅せんの焼き芋、焼き芋がもう最高に美味しくて、でこの芋っていうのはやっぱ健康にいいんで、それで食物繊維ビタミン豊富 でそのままの食材を生かした料理、他の加工食品とかはやっぱりその食べ物の中にある栄養素が失われてしまうんですけど、それを失わずにこのお菓子にできるっていう天然のおやつですね。それがとってもいいんですよ。なぜならとかき氷が、芋入りかき氷、これは他ないですからね。ぜひみんなで来てください。来てください、ね、待ってます。